皆さん、こんにちは。メルムです。今日のテーマは、練習生期間が長かった韓国アイドルベスト5です。では早速始めましょう。一人目はレッドベルベット、セルギです。セルギは7年という長期間 SM で練習生をしましたが、後輩が自分より先に FX でデビューしたことより自分と一緒に練習生をしながら、私たちは最後まで諦めなことといった練習生たちがだんだんいなくなって、最後は自分しか残っていなかった時が一番辛かったそうです。そして正義はエクソのカイと同期入社なんですが、カイが先にエクソでデビューをした時、私は一体いつになったらデビューできるのと思いながら、デビューに対する不安感の圧力のせいで調子が悪くなることもあったそうですが、そんな時こそダンスと歌の練習をもっと熱心にして、7年間の長い練習生が終わり、レッドベルベットでデビューすることになったそうです。2人目は NCT ジャニーです。ジャニは9年という長期間 SM で練習生をしていましたが、ジャニはもともと XM のデビュー組メンバーだったので、ジャニはもちろんジャニのファンもジャニが練習生を9年もするなんて想像もしていなかったそうです。でもジャニのデビューは残念ながら白紙になってしまい、ジャニも当然辛かったですが、ジャニのファンもジャニがいない XO デビュー舞台を見ながらとても辛い思いし、中にはジャニをデビューさせなかった SM に批判するファンもとても多かったそうです。でも幸いにもジャニはエクソの次の V字グループ NCT のデビュー組に入って、9年間の長い練習生がついに終わり、 NCT リッチでデビューすることになったそうです。3人目はトワイス、ジオです。ジオは10年という長期間 JYP で練習生をしましたが、だからかジオは練習生をしながらガールズグループワンダーガールズ、ミス A、 ボーイズグループ2PM、 2AM、 GOT7 などたくさんの後輩が自分より先にデビューする姿を見て、アイドルという夢を諦めようと思うほどすごく辛かったそうです。そして実はジオは TWICE になる前、同じ TWICE のメンバーナヨン、ジョンヨン、サランと一緒にシックスミスというグループでデビューする予定でしたが、セオル号惨事が起きた時期だったのでデビューが白紙になってしまい、大きな喪失感を感じたそうです。でもジオはいくら辛くても最後まで諦めないでずっと努力をし、そのおかげで TWICE でデビューすることになったそうです。4人目はセブンティーン、エスクプスです。エスクプスは6年という長期間プレディスで練習生をしましたが、もともとエスクプスはテンペストというグループでデビューする予定だったそうですが、他の事務所でも似た企画を進行していたせいで白紙になり、セブンティーン練習生に代わってセブンティーン TV シーズン2に合流することになったそうです。そしてエスクプスは他のメンバーより遅れて合流しましたが、長い練習生の経験から年下たちの面倒をよく見てケアをしてあげながら、セブンティーンの総括リーダーになり、他の事務所の練習生の間でもめちゃくちゃ辛くて難しいと有名なプレディス練習生をよく耐えてメンバーたちを引っ張って、6年間の長い練習生が終わり、セブンティーンでデビューすることになったそうです。5人目はブラックピンク、ジェニーです。ジェニは6年という長期間 YG で練習生をしましたが、最初から一緒に練習生を始めた友達がだんだん諦めていく姿を見ながら、今諦めると今までしてきたこと全てがもったいなく虚無だと思って、ジェニは絶対に諦めないと誓ったそうです。でも練習生がだんだん長くなるにつれ、本当に私はデビューできるのかと不安になり、ある日 YG で24の次に新しくガールズグループを制作すると聞いて、ジェニは最高だと思いもっと必死になって練習をして、 YG 社長の命に入り、デビューする前から同じ事務所のアイドルの MV に出演しながら経験を積め、たゆまず努力をしたそうです。そしてその努力の結果、6年間の長い練習生が終わり、ブラックピンクでデビューすることになったそうです。今日は練習生期間が長かった韓国アイドルについて調べてみましたが、面白かったらチャンネル登録といいねお願いします。では次の動画で会いましょう。またねー。